昨年の12月ぐらいからですね、英国株という変異株が、ニュースになってきていまして、やはりその感染性が、増すとかですね、ワクチンが効かないんじゃないかという話も出てきて、やはりそういった変異株の、動向というのを、モニターするというのが非常に重要だなということで、社内で、議論になりまして、開発に着手しました。で、今回のこの開発に対しても大変だった点としましては、変異部位自体をですね、検出する技術というのはもともと社内にありましたので、それほど技術的なハードルは高くないかなと考えてたんですけれども、やはりこの流行に合わせて先手で製品開発していくと、で、それを開発のプロセスを回していくというところが、ちょっと大変だった点であります。で、今後につきましては、今まさに、インド株の、が話題になっておりますけれども、まあ、こういった新しく出てくる変異株に対してその変異部位を検出する試薬というのを、先手先手で、まあ、世の中にリリースしていくというところで、まあ、日本のですね、国内の、監視体制を、まあ、強化するという点で、社会貢献できればなと考えています。Excellence in Science. Shimazu.